市民の方々がご不安になるという部分も十分承知しながら、我々の方はさまざまな対策を講じてですね、少しでも安心していただけるような形で大会を準備したい。感染拡大が続く札幌、その札幌で明日東京五輪マラソンのテスト大会が強行されます。運営の拠点となる大通公園では移動式のスタートゲートが組まれるなど着々と準備が進んでいます。明日行われるのは8月の本番を前に運営方法などに問題がないかを確認するためのテスト大会。一般ランナーの参加は見送られ、規模を縮小したものの日本代表の選手や海外からの選手、交通整理や警備などに携わる関係者およそ2700人が参加する予定です。ね、ファンいっぱいだね。まあ、よくやるなと思って不思議に、もうコロナをちゃんとできないのにね、そんなことやる方がおかしいね。コロナ収まるのが最優先にはしてほしいところではあります。大会とかがあることで増えるんじゃないかなっていうのがすごい怖いんですけど、テレビやインターネットなど活用して応援したいと思います。今日の道内の新たな感染者は233人、そのうち札幌市は201人で、おとといの246人に続き過去2番目に多い感染者数となっています。